上士幌町の皆さん、こんにちは。ホール担当の奈美です。今日はですね、法要の当店のお料理で、今たくさんご用命いただいているなんかお持ち帰り用のお料理のご紹介なんですけれども、当店では、お持ち帰り用のお料理はこういう、箱の入れ物を使っています。でこれは2段なんですけど、当店には、3段のバージョンの、これにもう1つついた3段のバージョンのお料理もあります。で、これなんですけど、こういう蓋がついていて、まあ、こんな感じでこう3段にこう重なっているようなお料理になってます。で今ちょっとこんなカラーであれなんですけど、お料理がですね、それぞれ1個ずつこういう、蓋付きの入れ物に入っていて、例えばこれを家でお召し上がりいただいて残してしまった場合とかだったら、なんかこれごと、冷蔵庫で保存することができます。で今はですね、なかなか、こういう状況でお参りとか法要とかでもお参り終わってから会食を、されない方が多いんですけれども、そういった方に、たくさんこういう箱のお料理を、ご注文いただいております。ですね、うちには、これを使ったお料理がたくさんあるんですけど、当店にこういうパンフレットとかもあって、これと全く同じ内容が、ホームページの方からでも見れるようになっています。でもしご希望いただければ、こちらのパンフレットをご郵送でお送りすることもできますので、もしご保養の予定がある方でお料理に悩んでいる方とかもしいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談いただけますと嬉しいです。はい、ということで今日は、当店のお料理に使われている、容器のご紹介させていただきました。今日の動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録よかったらお願いいたします。